は今回の動画のテーマは断捨離なんですが、日本にいる限り断捨離は絶対にした方がいいと思います。なぜか、それは日本に災害が多いことが大いに関わってます。断捨離は災害時にその効果を本領発揮すると思うんですよ。さて皆さん、地震や津波が起きて困ることって何ですか？ひとまずここでは家族が被災するとかは置いといて、困ることっていうと大切なものが潰れて壊れたり、あと一文無しになっちゃうっていうこととかあると思うんですよ。でもそのダメージを断捨離をしていれば最小限にすることができると思うんです。そもそも物を持ってなければ壊れるものとかなくなってしまうものっていうのはないじゃないですか。あとさらに家にいた時に例えば地震が起きたとします。しかも運の悪いことに津波があと少しで来てしまう。そんな時たくさん物を持ってるとこれとこれ持ってこうみたいなことを考えてる間に逃げ遅れてしまうこととかもあるじゃないですか。でも断捨離してれば物がないんで、自分の体とバッグ一つぐらいで逃げることがすぐできるんですよ。僕的には失ったら悲しいものをそもそも普段から持たないってことが大切なんじゃないかなと考えてます。プラス断捨離すると物を買うこと自体が少なくなるんですよ。もはや物を持つことがストレスになっちゃうんで、でそうなるとお金をあんまり使わなくて良くなるっていうのがメリットとしてあるんじゃないかなと思います。例えば飲み物は水道水になって、本読むんだったら本屋ではなくて図書館で借りるようになって、洋服は学生時代のジャージとか着るようになって、あと音楽とか、まあ、全部スマホとかで聞くようになって、勉強とかもスマホとかをノート代わりにしてするようになって、あとテレビなんかもスマホで見るようになって、もはや今ってスマホと水道水あれば十分なんですよ。水道水は言い過ぎかもしんないけど、まあでもね、確かにお金使わないと経済は止まってしまうと思います。ですが今の日本って格差がすごい進んでて、お金を持ってる人はとことん持ってるじゃないですか。で僕みたいにそんなにお金持ってないっていう人がお金を使っても、経済が止まる前にまず自分の貯金がゼロになっちゃうんですよ。なので我こそ金持ちだっていう人以外はお金を極限まで使わないようにした方がいいんじゃないかなと思います。ではでは、今回の動画は以上にしたいなと思います。もし最後まで見てくれた人がいたらありがとうございます。チャンネル登録もよかったらしてください。